茹でたいと思います。ジュナさんのワン素材クッキング、いってみよう。今日はトウモロコシ、イエイエイエイ。今日はトウモロコシを茹でたいと思います。まずね、皮を剥きましょう。こんな感じのトウモロコシ、トウモロコシ買うときね、スーパーでね、こうにぎにぎってしてね、あのすごい身がパンパンなのがギシッとしてるから、それ狙って。多分ヒゲもね、本当はあの皮のまま茹でるのが正解なんだけど、あのほら一本丸ごと茹でるとさ、家族で一人しかないからさ、こう私は切って茹でたいわけ、うん、だからあの剥いちゃいます。その臨機を経て私はこうザッパーでむしり取ります。これもね、ぎっしり入ってるね。もうちょちょっと洗っといて。でトウモロコシ、これで包丁入れるのすごい大変なんだけど、実は結構ね、パキッと折れる。ここ取っといたままね、いくぜ。折れなかったらごめんと、ほら結構簡単に折れる。で2分の1はね、簡単なのね。これがね、ちょっと3分の1になるとね、無理なんだけど、いくぜ、いくちも折るぜ。決してトウモロコシを見た、この子はこの子はこんなになってしまいました。でもね、断面はね、綺麗なのよ。ごめんなさい、こっち私、こっちジュナさんそうじゃないって、これ娘はね、2個あるからね、これね、ジュナさん、そんなことない、ジュナさん、これはどうでもいいけどね。これをね、ここを切り落としていきます。はい、先ほど切ったトウモロコシ、こんなに見事同じ形になりましたよそしたらこれはね、ここ邪魔なのでね、ここは包丁でね、簡単に、ちょっと払います、やばいです、私はこういうことは、ちょっと映さないでください、びっくりした今、ちょっと映ったしかなくないここも私びっくりしたよ、トウモロコシびっくりしたよ。そしたらね、私はこれね、もう動揺してる、水ごと入れます。まずこうやって入れます。入る入る、どっかに、あ、入ったとしますよ。で一応ここにね、水をね注ぎ行きましょう。はい、入る入る、入らない、水を、はい、これだいたい1リットルね、だいたい1リットル、1リットル、ちょっと出ちゃうけど、1リットル、ちょっとぐらい、だいたいぷかぷか浮けばいい。で、お塩なんだけど、意外にトウモロコシね、結構入れる。だいたい1リットルに大さじ1強、2リットルだったら大さじ2強ぐらいを目安にしてほしい。それでも少ない方、1リットル強入ったから、まあ1強これ入れる。これをここに入れちゃうね、サバサバサッと。もうちょっと塩なじませて、はい、じゃあ火にかけましょう。よいしょ、はい、スイッチオン。これで沸くまでグツグツ煮ていきます。あれからお湯が沸騰しました。3分、このまま中火のまま茹でたいと思います。時々こう声が浮くので、まあ、目を変えてね、沈めます。というか3分後に移動。3分経ちました。というわけで
茹で上がりましたけども、このままですねちょっとねお湯につけとくんですね。このまま放置です。はい、放置しましょう。はい、トウモロコシあのまま30分ぐらい置いときましたね。置いとくとねシワも入らず綺麗に茹で上がります。まだ湯気出てる。でもっとあの冷やしたい場合はあの水飛んだこのまま別にあの放っておいてくれればいいからね。そうするとあの塩が入ってより甘さが引き立ちます。これをね盛り付けましょう。盛り付けるとお皿に出すだけだけどね。一つずつ、まあ大きさが違うこと。これは誰かな。これもすごくあのいい感じでシワが入んなくてね。私でもこのね先端好きなんだ。結構ミルクて美味しい。ミルイは静岡弁。若くて美味しいです。盛るほどでもないけど盛るほどでもないけど、はい、こんな感じで、はい、ゆでとうもろこしの完成だよ。料理が美味しそうだと思ったらいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。